でございましたらお願いします、はい、僕ね遊園地に行ったんですよ。東京のある遊園地に行って、で娘がちょっとお化け屋敷入りたいって言ったから、うん、その入ったんですけど、そのお化け屋敷がなんていうんですかね、こうトロッコみたいなやつに乗ってもうずっと動くようなやつなんですよ。歩いてじゃなくて乗り物に乗る、トロッコ、はい、トロッコみたいに乗って行くやつ で、で小学校4年生の娘と2人乗った、ボロボロなんですよ、そのお化け屋敷が。なんでボロボロで、なんやもうこんなボロボロな、嫌やなと思ってバーって行ったら、バーッと あの門が開いて、ほなお化けがブーッと出てくるんですけど、ね、あの人形のお化けが人形かい出てくるんですけど、ボロボロで手が折れてて、逆に怖い、お化けのお化けね、なんかお化けの手が折れてて鉄筋がむき出しになってる。ほんまに古いね。ちょっともうボロボロで顔もなんかただれてるというか、なんかこうなんかカビが生えてて、近いすぎやな、ものすごく怖いんですよ。それのが怖い、怖いんですよ。僕は娘はそれを見て怖がってないんですけど、うん、僕はなんかボロボロでも鉄筋むき出してうわうわ怖い。でそのままってたぶんガタ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 っていったら、トロッコ怖いな、怖いでしょ、うん、この次なんか包丁持ったおばあちゃんがこんなやるやるやってなんか切ってんねん、切ってるんです、うん、で多分ね、裏飯やーって言うてると思うんですけど、ボロボロやから裏あー音が飛ぶんです。音声が飛んでて、うわ怖い。テープ伸びとんね、使いすぎで。そうなんです、テープが伸びてる、テープが伸びてるね。ほんで途中でなんかこの人間のお化けがうわーとか出てくるのは、もう全然僕はそんな、人間の方は怖ないわね。もう娘があー言うて怖がってて、で最後一番びっくりしたのが、そのトラックでバーって最後の最後もうほんまボロいかガンとなって、ガッと止まった時にドーンってこうお釜を掘られたんですよ。後ろから来た、あれなんだよ。で結構な衝撃で大丈夫かって言って、ちょっといかん、もうそっから動かへんから、ちょっともう降りよう降りよう、もうあかん、あの危ないわって言ってバーッと降りようとしたら、さっきのお化けが降りないでください、お化けに注意されたんです。普通の降りないでください、危ないですからこの感じだくせに。古い遊園地って妙に怖いな。怖いんですよ。